まあ、楽器を皆さん練習する中で一番こう楽しい時っていうのは音楽に合わせて自分が乗りながら演奏している部分、なぜ嫌いなのか、ただ単純につまらないからできないっていうのが一番大きいと思うんですけども、このつまらなさがなぜ必要なのか、この理由を今回はですね、ルーディメンツがなぜ必要なのかということ、こちらをですね、ご紹介したいと思います。ドラムスを練習している方、まあ、リズム楽器、やっている方で、まあ、基礎的な練習法としてルーディメンツというのを、耳にした方、いらっしゃると思います。このルーディメンツ、非常にですねこうオーソドックスで、まあ、例えば一番シンプルなものだとシングルストローク、ダブルストローク、そしてパラレルとか、いろいろあります。フラムタップだったりドラッグ、もしくはスイスアーミートリプレッツ、いろんなこうルーディメンツを、ありますよね。で、僕が、以前もですねいろんなルーディメンツがありますよっていうのをご紹介したり、こうバークリー音楽大学で、使われている教科書をもとにですねご紹介したんですが、まあ、これがですね非常にこう難しいっていうのは、このルーディメンツだけをやるのが非常につまらない、こう音楽を演奏するのではなく、やはりですねこう、まあ、楽器を、皆さん練習する中で一番こう楽しい時っていうのは、こう音楽に合わせて自分がこう乗って乗りながら演奏している部分、ここがですね非常に脳内麻薬というか、一番こうアドレナリンがドーパミンが出てですね一番こう楽しくなる、瞬間なので、こう基礎的な練習をしたりこう積み重ねて努力を、するっていう方、これできる方はですね苦にならないと思うんですけども、このルーディメンツ、基礎的な練習がどうしても嫌いだっていう方、中にはいらっしゃると思います。ただですね、ここの大切さ、なぜ嫌いなのか、ただ単純につまらないからできないっていうのが一番大きいと思うんですけども、このつまらなさがなぜ必要なのか、この理由をもしですね分かっていれば、まあ、つまらないけどちょっとやってみるかっていう感じで、少しその目的、目標、ゴールが、見定めることができたら、もしかしたら、やれる方も多くなるんじゃないかと思って、今回この動画をご紹介したいと思います。じゃあなぜルーディメンツをやるのか、まず例えばですねこういった手順、 Right, right, left, right, left, left, right, right, left, left, right, left, right, right, left, left、 この単純なルーディメンツがあったとします。で、さらにここにフラムアクセントをつける、つまりこういった、手順になります。これを、まずは一つのルーディメンツとして捉えて、まあ、これをずっと練習すると。っていう感じで、まあ、ずっとこれをですね、こう20分も30分も毎日繰り返して練習していても、実際このキット演奏動画になってこのルーディメンツをそのままこう使うわけではないんですよね。このルーディメンツのみを使った楽曲、作ろうと思えば作れるかもしれないんですけども、非常にこれは面白くないと。ただこれをやる意味っていうのが何なのか、このルーディメンツ非常にこうフラムを使ったりこうパラディドルも合わさっていたりで、この左手の動き、ここがですね非常に練習できるところなんですね。で、ここをいかに練習できるかによって、例えばこういったビートを作り出すとき、
グルーヴを出していたんですけども、左手の動きに注目してほしいんですけども、このゴーストノート、そしてアクセント。大体ですね、レベルの段階によって、こう、プレイヤーの左手の動き、スネアの入っているところを見てほしいんですけども、こう上級レベルのプロフェッショナルの方っていうのは、こう、ゴーストノートを入れている。で、こう、一般の初級の方っていうのは、大体ここでアクセントのみ。この二つの違いがあると思います。ここでどんなグルーヴが出せるのか。もしかしたら視聴者というのはここの部分全然見てなくて感じ取れていないかもしれないですけども、この表すこのグルーヴ感ビートっていうのは無意識のうちに見ている方、聞いている方に伝わっているということなんですね。なのでここをいかにですね出せるかどうかっていうのがこのルーディメンツをやっているかどうかにかかってきます。なので皆さんもですね、苦しいと思う基礎練習かもしれないんですけども、ここをやれるかどうかによってこう人により多くのものを伝えられる、そんな技術が備わるルーディメンツなので、ぜひ皆さんやってみてください。でルーディメンツに関しては過去動画一気にバッと見れる再生リストもありますので、ぜひですね、バークリー音楽大学の教科書をもとに一挙ご紹介したこともあるので、こちらをぜひですね見ていただいてやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。